第15総海艇は、日本海軍の総海艇。第7号型総海艇の4番艇。1937年12月21日、石川島造船所で起航1938年5月28日、総海艇に類別。同年9月22日浸水。1939年2月15日に竣工サセボチンジュ述席に編入。 1939年には日中戦争においてカナンの作戦に参加。1941年4月10日に第3艦隊が新編された。この艦隊は第16戦隊、第17戦隊、第5水雷戦隊、第12航空戦隊、第1根拠地隊、第2根拠地隊からなり、第9号総改定は第1根拠地隊の 第21総会体に所属していた。太平洋戦争では、飛党部隊第2九州隊の一席として、フィリピンの美顔攻略に参加した。第2九州隊は、上陸部隊を乗せた戦団を護衛して1941年12月7日に、マコーから出撃、12月10日に上陸が行われた。同日、第9号総会体は、美顔湾で、 米陸軍機の銃撃により、爆雷が爆発し沈没。79名が戦死し、17名が負傷した。これは、第34追撃飛行隊の P-35A によるもので、同期は爆発に巻き込まれ墜落した。1942年3月15日に除籍。ありがとうございます。